圧倒的に強い相手を前にすれば負けるしかないという時もある大切なのはそこからだ厳しい勝負の世界に生きる棋士たちはなぜ負けてなお輝くのか彼らの証言からその秘密に迫った写真大谷翔平と藤井聡太の両親が我が子の前で絶対にやらなかった意外なこと特別ものです練習でどれだけうまくいっても 実戦になると相手のことを意識しすぎたり、研究とは違う局面が現れると大胆な手をさせなくなったりするものです。ところが藤井さんの指し手を見ていると、負けることへの恐怖、地玉が危険にさらされることへの恐れ、あるいは自分の読みが正しいのかという恐れ、といった躊躇や葛藤がないのではと思えるくらい大胆な一手を指す。対局中もネガティブな感情を持たずに 純粋に最善手を探すことだけに集中している。これが強さの秘密の一つだと思います。藤井七冠の勝率は7月19日現在で通算約8割3分。100人と戦えば83人もの敗者を生むということだ。怪物のような圧倒的な強者を前に、普通の精神であれば勝てない、どうしようもない。 と落ち込んでしまっても仕方がないような状況と言えるだを最後まで苦しめたことを考えると村田六段の狙いは間違いではなかったはずだ一方で現役の棋士でもある杉本八段は藤井七冠と過去3度公式戦で戦っている残念ながら3度とも負けているがその時の心境は後編怪物藤井聡太に敗北した棋士たちの肉声 この人に勝つことがどれだけ難しいかを悟りました。より大きいで明かす。週刊現代、2023年7月29日、8月5日号より。